語教室のファンシーです。今日の勉強は千学語だ。千学語だ、よく使うんですね。よく聞くと思います。これを勉強していきたいと思います。日本語にすると思ったより、千学っていうのが考えとか思いっていう意味を持つんですけど、千学語って思ったよりってことです。例文ちょっと見ていきますね。千学語だ、영업이잘안되어서걱정이에요。思ったより営業がうまくいかず心配です。ちょっとビジネス韓国語みたいなものが出たんですけど、영업、営業ってことです。仕事とかで韓国語を覚えて、その勉強している方は結構役に立つんじゃないかなと思います。で、次、안무が생각보다는어렵지않아요。는がついてますね。今回は생각보다の後に는がついてるんですけど、はですね、思ったよりは。안무、振り付けなんですけど、振り付けが思ったよりは어렵지않아요、難しくないですねってことです。どうしてもちょっと私たちオーディションクラスとかあって、結構そういう目的で勉強してる方もいると思うので、ちょっとこういう言葉をちょっと使って例文作ってます。次が、日本物価が생각보다쌉니다。日本の物価が思ったより安いです。それはそうですよね。しかも最近ちょっと円安ですよね。物価ってことですね。物価。これも、よく使います。サンニダ、サヨ、ピッサヨの反対ですね。安いです。値段が安いですってことです。さあ、それで千学語だ。もう千学語だね。千学語だ。この出たんですけど、よく使います。単語見ていきますと、まず千学、考え、思いってことです。次が、영업、営業ってことでしたね。영업、大事ですね。で、重要肌、これはちょっと飛ばして、そうですね、物価、これは物価ですね、物価。あと、暗務、こういう言葉ありましたね、振り付けとか。よく使います。はい、今日は千学語だっていうのをちょっと見てみました。韓国語もファイティングみたい、頑張ってください。